で、この子が行かないといけないもんね。この子が行き、よし、X で、ずれてもらって、よしよし。あれ、なんか下にもなんかいるよ。あ、あ、やばいやばい、おお。なにこれ、なに今の。ちょっと精霊かなって一瞬思ったんだけど、全然違ったね。この子は、あれ、ヌナはこっちから上がれないのか。よし。あれ、ここをなんか、探索するのかな。あ、いけないのか。いけないんだ。光ってるから何かあんのかなと思ったけど。よし。景色がめっちゃぼやけてるけど、あ、またここに、あれ、あ、違う、ここに精霊がいて石を使えと。あれ？違う違う。そっちは違う。違いますよと言ってますね。ちょっと遠くから投げないといけないですね。オッケーオッケー。で、よっ。ボールを持って。で、あ、違った。あ、これだとちょっとあれだな、あれ、ダメだね。捨てないで毎回石をくれるところがいいですね。ああ、ダメだ、もう一回くれると。どうだ。OK。で、難しいな。あれ、ああ、ちょっとダメか、これだと。ん？どうしたらいいんだ、これ。待って。一回、とりあえず流れを変えてもらうしかないのかな。もらって流れを変えてもらい、あ、そっか、この流れを使って、これを壊すのかな。だからこっから投げた方がいいのかな。そしたらこの流れで、おうおう、壊れて、んで、よし、待って、この子が行ってみようか。行ってみて、精霊に流れを変えてもらい、流れを変えて、
よしよし。はい。よし。やんなれ。うん、ノータック川を渡る。今のジャンプしなきゃいけなかったのか。ボールじゃないか、石が欲しいですね。村には誰も住んでいない。石をもらうんだと思うんですけど、ああ間違えた。あそこに、あれ、精霊が2人いますね。1個落として、あ、いいんだこれで。2つ、3つもらうのか。石が3つある。船に入るのか。あれ入んない。あ、落ちちゃった。ちょっと待ってね。船で、行き過ぎかな。くらいでいいのか。ちょっと仕組みというか理屈がわからないで今やろうとしてますけど、1個2個3個か。あれ、でも左端のやつは1個壊せば流れで一緒に壊れそうですよね。だから真ん中のやつと右端のやつが必要なんですね。はいはい。待って、こぎすぎ。難しいこれ。移るにはもうちょっと、でも一回これ使ってみるか。あれ、失敗した。あれ、ここで投げちゃった、間違えて。難しいよ。ここに置いてたらダメっすね。あれ、待って、一回
感じか。こんな感じで、ああ。これを。これを入れて。で。あれ違う違う違う、そっちじゃない、そっちじゃないよ。難しいこれ。あ、ダメだダメだ。これくらいでいいのかな。これくらいでいけそうですね。よし。あれ？あ、まだ乗ってるのか。OK。乗ってました。ああ、違う。待って、ここに。あ、違う、そこじゃない、そこじゃない、そこじゃない。あ、間違えた。ちょっと落とすとこが難しいよ。もう一回、もう一回ください。あれ？落ちてきたよ。あれ？今上から落ちてきたよ。こんなことするの？あ、すごい落ちてくんだけど。え？すごい落ちてくんだけど。お前使えないから、どんどん落とすぞって言ってる感じがするな。え？ちょっと待って、ちょっと待って。たくさん落としてくれるんだけど、あ、そこに船置いとけってことか。あ、来た。そういうことだね。あれ？あ、待って待って、ちょっとこんな展開があると思わなかった。なんか できない子認定された感じがしますね。ありがとう。でもこれは間違いなくできない子認定だな。ほんでどうすんだろう。これをここじゃダメでしょ。この船の位置が難しい。あ、それでいいの？あ、いけたいけた。あ、あれ？二つ壊れた。二つ壊れたよ。んで、ちょっと待って。あれ？もう一個落としてくれた。ちょっと待って。あれ、この子下に潜れないのか。浅いのか、そこ。この子、この精霊に出てきてもらって、あ、こっちを壊すのか。はいはい。とりあえず3つとも壊れれば文句ないのかな。でも、さらに下にもあんのか。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。え、出れなくない？あ、いけたいけた。よかった。
と、一回、これ上からはもうくれなくなったのかな。お前にはもうたくさんやったぞと。あれ、こっちの二人はまだくれんのか。あれ、ここにもう一個あるね。ほうほう。あ、大丈夫？あれ？あ、こっちの人まだくれようとしてる。待って。今度こっちからもらってみようか。で、ここで時間使いすぎだよね、多分ね。あ、すごい落ちてくる。ここで1個使うのかな。あれ？あ、そこではできないのか。よいしょ。すごいくれる。出て、あ、で、こうなって、あそこが壊れて、んで、そうなるとどうなるの？壊れて、一個、よいしょ。下のやつを、どうにかしたいよね。だから、この人に、また下に動いてもらう。ってことだよね。うん。そうすると、こっちが壊れるようになる。あ、1個あるね。1個あるけど、下に行って勢いで行って、あ、壊れた。やっとだ。で、そうするとどうなるの？そこに潜るってことかな。違うのかな。とりあえず行ってみるか。潜って。うん。この中、裏が沈んでるんだもんね。精霊は何をしてくれるの？こっちに来て、あ、お、あのイカみたいなやつから守ってくれてるってこと？また石をもらって。この勢いで、あ、ダメだ。これだとダメなんだ。あれ、違うか。投げる場所が悪かったのかな。いや、でも違うよね。きっと、こっちに来てもらって、もらって勢いをこっちに変えてもらうと。あれ、違う違う、そうだね。こうして、うん、危ない危ない。
危ない危ない。あれ？でもこれだとダメだね。おお。ん？ちょっと違ったかな。あれ？これだとダメだ。おお。あれ？やっぱり違う方向にしないとダメなのかな。戻れないね。あ、いけたいけた。待って待って。こっちに変えてもらうのかな。こっちに変えてもらって、もらって。実行に行き、そこに行くとダメなんだよな。でもダメだよね。もう一個取り出してるってことは、違うんだよ。あ、そっかそっか。もう途中で勢いを変えるってことか。そういうことだね、きっと。よいしょ。待ってね。あ、待って待って。君はね、上でいいんだよ。よし。キツネだけ下にいて、途中で変えるってことだ。あ、これちょっと難易度高いよ。投げた瞬間に入れ替わって、そうだよね。こういうことだ。よしよし。あ、いけたいけた。うん。水流に乗って、ここに来て。おお、なんかいる、なんかいる、なんかいるよ。巨大のネズミ。巨大なネズミ、やだね。ネズミ嫌だね。これなんか同じとこを繰り返してない？あれ？同じとこを繰り返してるね。こっちから行かないとダメなのか。引っ張ってもらって、よし。そっちから行くのかな。あれ？え、なんでそこで？今のとこなんでやられちゃったんだろう。で、こっちからまず行って、あれ？あ、待って待って。こっちから行って、OK。
ょ、これなんか上に行くのかな。これはキツネが登らないとできないか。あれ、待て、違う。こうか。これで背面で上がって、あれ。違うな。あれ、これで何をしようって言うんだろう。あれ違うね。違うな。あれ、ここ何をするんだろうな。あ、船に乗って左の方行くのかな。ここは行けるんだ。え、待って、これで、あれ？これさっきのとこじゃない？なんかループしちゃってんね。待って。なんかループしてる。あ、間違えた。さっきのとこ来ちゃったよ。え、こんなことある？ループしてる。え、これそのまま右に行けばよかったのかな。巨大ネズミの退治か。